下半身を使って球を飛ばせ。一度は耳にしたことがある言葉だと思いますが、どれほどの人が下半身を使って球を打つ感覚、経験したことがあるのでしょうか。今回のチャゴル TV は、下半身を使ったスイングをマスターして、力強く気持ちよく、そんなスイングの感覚を習得する面白い練習方法を分かりやすく解説していきたいと思います。チャーリー高沖のチャゴル TV では、独自のスイング理論、チャゴル理論を紐解きながら、ゴルフの奥深さを存分にお伝えしていきたいと思います。それでは、下半身を使ったスイング、身につけるとどんなメリットがあるのか、そして習得するためにハードルとなるデメリット、まずはここからお話していきます。下半身を使ったスイング、習得することができると、腕や背中、こういった筋肉だけではなく、最もパワーのある足やお尻、こういったエネルギーをヘッドスピードに活かすことができてきて、大きな飛距離が生み出せてきます。そしてもう一つ大きなメリットとして、下半身を使ったスイングができてくると、手先だけではなく体全体の連動が使えてきます。こうなることで、緊張した場面でも球筋をコントロールできるようになってきて、格段にショットの精度が上がってきます。この下半身を使ったスイングを習得するためのデメリットとして、地道な反復練習と、基礎的な下半身のトレーニングが必要になってくる可能性があります。この後お話しする練習方法をやっていただくとわかりますが、足が疲れてしんどい、こういう感覚に襲われると思います。そしてもう一つのデメリットとして、力任せに手で打ってきた方には苦手かもしれない、力感、リズム、タイミングといった繊細な感覚が必要になってきます。メリット、デメリット、両方理解していただいた上で、身につけてしまえば、ゴルフ人生が変わる下半身を使ったスイング、この習得方法を順を追って解説していきたいと思います。それではまず下半身を使ったスイングを習得するために必ず必要なアイテムがあります。それはこちら、実際に座ることができる台、椅子、こういった脚立、必ずこのアイテムが必要になります。この座面の高さは身長に合わせてだいたい膝の高さぐらい、これよりちょっと低くても高くてもそんなに問題はありませんが、低すぎると太ももの筋肉痛がとんでもないことになります。次にこの台をアドレスした足の後ろに設置していきます。球をセットして、そして構える。構えたらちょうどお尻の位置に座れるようにセットします。この状態でまず素振り、バックスイングを引いたら腰が右を向いたまま座ってください。トップ、座る。この時に本当にしっかり座ってもらいます。注意点として、まっすぐ真後ろに座る。こちらに座ったり、こちらに座ったりせず、この時に腰が正面に戻らないように意識してください。そして右を向いたまま座り、ここから 1,2 の3で立ち上がりながらクラブを振ってしまいます。引く、一呼吸を置いて座る、しっかり座ったのを確認してからスイングする。そして次に球を打っていきます。いつもの位置に球をセットして、台を用意して、引く、座る、振る。このように球を打ってしまいます。注意するポイントとしては、手に力をあまり入れない。上半身のことはほとんど考えることができないと思いますが、腕に力を入れすぎないで、下半身、それもお尻、そしてゆったり引く、座る、座ったことを確認してから回転する。座った時に腰を正面に戻さない。このポイントをしっかり押さえて練習していきます。球をセットする。引く、右向きで座る。ここから振る。これをゆっくり丁寧に行っていき、この練習を何球か打ったら、同じ意識で
椅子に座ることなくスイングをしていきます。はじめのうちは打ち急いだり手に力が入ったりいろいろな原因で全く当たらないかもしれません。しかし先ほどの注意点をしっかり守って一球ごとに座ってから打つドリルと練習をしっかり交互に繰り返していただければ座った方がうまく当たるこの感覚が必ず分かってきます。なぜ椅子に座らなければいけないのか、椅子があるつもりでしゃがめばいいんじゃないのと思うと思いますが、本当に座ってしまう、ここにとても大きなポイントが隠されています。こういったものを準備するのはめんどくさいと思いますが、自分のスキルアップを目指す、これはゴルフの楽しみ方の醍醐味の一つではないでしょうか。ここからは CM です。筋膜という言葉は一度は耳にしたことがあると思います。筋膜とは筋肉や骨格を覆う透明なシートのようなもので、鶏肉を見ていただくと薄い皮のようなものがあると思います。この筋膜があることで筋肉や骨格をしっかり守っているのですが、厄介なことに強い刺激や疲労がたまると筋肉に癒着して痛みが出てきます。不快な痛み、疲労感、これを取り除いていくために筋膜リリースを行う必要が出てきます。今回この動画に協賛をいただいたUFITという会社は日本のブランドで健康器具や食品、こういったものを取り扱っています。そのUFITが新しく発売したUFITリレーサーミニという小型の筋膜リリースマシンです。軽量で小型、大きな筋肉にしっかり押し当てても弱まることのないパワー、カバンに入れておいたりキャリーバッグに入れておいたり、体に違和感が出た時いつでも手軽に自分の体を癒すことができます。UFIT のポリシーとして、商品を売り切るだけではなく、長く信用して付き合っていきたい。そういった思いがこの商品にも反映されています。J リーグの川崎フロンターレ、バスケットの B リーグ、オフィシャルフライヤーとしてサポートしています。そして、リオデジャネイロオリンピックで、男女含めて日本人初のシングルスメダリストになった水谷隼さんがアンバサダーを務めています。細かいところですが、充電が USB-C というのも気に入っているポイントです。そして今回、チャゴル TV をご視聴の皆様に向けて、割引クーポンが発行されています。概要欄より興味を持たれた方は購入して体を癒してみてください。今回のレッスンをまとめていきます。下半身を使ったスイングを習得することで、腕や手首、こういったものに頼るのではなく、太ももやお尻、こういったパワーのある筋肉を使ってレベルアップすることができます。全身の連動が使えてくるので、緊張した場面、勝負どころで安定したショットが打てるようになってきます。しかし、下半身を使ったスイング習得するためには、まず地道な反復練習。下半身がとても疲れてくるので、18ホール足を使ってスイングするためには、基礎的なトレーニングを行う必要が出てくるかもしれません。これまで手打ちで力任せに打っていた方は、あまり関係なかった力感、リズム、タイミング、こういったものに神経を使う必要が出てきます。忘れてはいけないポイントとして、バックスイングを引いたら、右を向いたまま、本当に一度座ってしまう。座るということは、お尻に重心をかけてしまうということです。これは、台がないと座ることができません。転ばないようなイメージでやったのでは、実はこの練習あまり効果がありません。必ず台を用意していただいて、右を向く、右を向いたまま座る。この位置から振る。これを素振り、本当に座って打つ。最後は同じ意識で座らないで球を打つ。この3つを1セットにして練習してみてください。当たり始めてくると、驚くほど気持ちよく球が打ててきます。下半身を使うとはこういうことか、必ず分かってきます。これはやってみないと分からないと思います。私が提供しているチャゴル理論は、こういったものを簡単にやれる方法をたくさん用意しています。ぜひ一度下半身を使ったスイング身につけるために、この動画を見返して練習に取り組んでみてください。そしてここからは、チャゴル TV 公式アプリ、会の方に、
今回のお話、さらに深掘りして解説していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。